ということで始まりましたハッピートゥギャザー、はい、オープニングでもお伝えしている通り、うん、スタジオに、ゲストとして、遊びに来てくれましたディル・アングレイのギターリストであるカオルさんです。どうもカオルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はい、まさかの、うん、お話をいただきましたそうです、ね、ナヌッと、まあ、この番組でも応援はしてましたけども、はいはい、突然ナヌッということ で、 そうですよ、ね、実は7月の27日に、シングル歌踏みを、リリース、うん、決定しておりまして、はい、まあ、そのプロモーションの、うん、一環として、はい、この番組に、うん、無理無理、来ていただきました。いやいやいや無理無理です無理無理です、まあ、時間帯的にはちょっと早い、はい、時間帯なんですけども、はい、まあ、きっとあのアシスタントの江口くんと僕なんですけども、はい、起きてないんじゃないかなって心配があったんですけども、頭は今どんな状態でしょうか。ちょっと眠たいですね。やっぱりそうですよねこの時間帯ですもんね。まあ午前中ですからね、言っても。そうですよね、はい、言っても午前中なんでね、はい、僕も非常に早起きをして、うん、コーヒーをもう3杯目という感じになりまして、カフェイン頼ろうと、はい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 、思ってしてですけどまあ、シングル、リリースなんですけども、はい、多分この後ももうたくさん全国、うん、津々浦々で、いろいろなお話聞けると思いますけども、はい、まあ、この番組っぽいというか、うん、まあ、毎回ゲストの方もあ普通のトークができてよかったよと息抜き的なことが、そうですね、できたり、してる場合もありますので、はい、まあ、もちろんシングルのことも、聞きつつ、いろいろなお話が聞けたらなと思います、うん、はい、今回まず一番テーマにしたいのはもちろんシングル、発売あるんですけども、はい、やはりディル・アングレイってすごくヘビーなサウンドっていう、うん、もう大きく見ればですけども、うん、ヘビーにもいろんな意味がありますけども、はい、そのヘビーの遍歴っていうのをちょっと聞きたかったんですよ。自分が持つ音楽に対するというか、あのヘビーなサウンドっていろいろあるわけじゃないですか、はい、でその前期中期後期じゃないですけど、まあ、時代時代によってその自分の簡単に言えばその激しい音楽じゃなくてもヘビーさって感じるものって多分多々音楽以外でもあるとは思うんですけども、うん、はいはい、一応今回は音楽という形に限定して、はい、どういったサウンドにこう時代時代で、うん、そのヘビーというものを吸収していったというか、うん、そういう感覚が生まれていったかっていう、うん、その遍歴をちょっと聞きたかったんですけども、うん、そうですね、まあ、初めてなんかそういうヘビーというか、はい、こう重厚感のある音を好きになったのは、まあ、高校ぐらいの時のパンテラとかですかね。中学ではなかったんですね。高校でしたね。あんまりだからその前までとかは、はい、まあ、その聞いてるやつがいたのは、まあね、あのメタリカとか、はい、その辺のまあ、聞いてる人はいたんですけど、はい、ちょっと自分はその時はまあなんかね古い感じがしてたんですよね。なんかそのちょっとこうピチピチのパンツ履いてあビジュアル的なもんですねなんかいやいやなんかそのまあルックスもそうなんですけど、なんかこうなんかねなんかこうダサいなみたいな感じがしてたんですよ。音も含めてなんかそういうのじゃないなみたいな、うん、もっとどっちかっていうとちょっとこう UK 寄りの方が、はい、もう音ばっか聞いてたんで、うんうん、でもパンテラを聞いてからなんかそういう音にもこう興味を持ち始めたというか。なるほど。じゃあそのパンテラを聞く前にその UK の音っていうことは、うん、バンドサウンド自体は中学ぐらいから全然バンドの音楽というものは聞いてたんですね、はい、そのヘビーに関しては急にグッときたのがパンテラ。そうですね、僕だとあの中1ぐらいの時に、今ピチピチでおなじみのメタリカを、はいはい小林克也さんのベストヒット USA の、はい、番組偶然見て、こんな暗くて速い曲があるんだって思いまして、もうそっからもう一気にグーンと進んでたというか、で同時期にそのメタリカ、あと X ですよね、はい、であとは SOB ナパームです。この4つがもうでかくて、もうそっからもう 速い音楽イコールかっこいいみたいな感覚だったんですよ最初は。でもそしたらそうですね X ですね。そしたらでも自分も中学ぐらいですかね、中学終わりぐらいですかね、 X 初めて聞いたのは、はいはい、でもその時はねあんまり X も最初やっぱ好きじゃなかったんですよ。やっぱノリは一緒な、そういうちょっとこうなんか変な服着て
髪の毛立ててみたいな、うん、ちょっとね、楽曲的にもってことですか、そのクラシックというかそのヘビーメタルやっぱりすごい要素強かったじゃないですか、うん、初期の頃はやっぱそうなんですけど、何曲か好きな曲があったんですよ、はい、でちなみにそこ突っ込んでいいですか、うん、バラード系ですか、それともヘビーな、例えば、まあ、ブルーブラッドとか、うん、いやだからもうかか初期なんでバニシングビジョンの時なんで、あっちの時なんですね、なんでその時だとサディスティック・ゼザイアとか、あ、はい、まあその紅とか、はい、その辺はまあなんか好きだったと思います、確か。でもなんかそのやっぱこうなんか他のものと一緒のなんかちょっとこうなんていうかな、ハードロックな感じというか、うん、なんかこうライブも見たことないし、うん、なんかこうギターとかこうやってフォーメーション的にしてるんじゃないかとかねなんか、うん、なんか苦手な雰囲気はあったんですけど、うん、なんか高校1年の時にX でデビューしたんですよ、うん、でそれをなんかね、わかんないですけど発売日に予約して買ってたんですよね、ブルーブラッド。それを聞いてからですかね、まあ、X を好きになったのは。まあパンテラって僕も、まあ、何が斬新だったかってやっぱりビジュアルが衝撃だったじゃないですか、軍パン着て坊主で裸でこれメタルのビジュアルじゃないのにっていう、そのまずビジュアルショックがあったと思うんですけど、うん、もちろんあとギターのサウンドですよね、うんうん、これどうやって機械なのみたいな音だったと思うんですけども、うんね、あの辺のやっぱりそのビジュアル含めてサウンドもってことですよね、うん、そう、まあ、ビジュアルどうでした、ちなみにビジュアルはまあどうっていう感じじゃなかったですけど、あまり、まあ、ダサくはないって感じました、 かっこいいって感じはしませんでした、あの時、まあ、かっこいいっていう感じもしなかった、で も、 はい、うん、でもなんかそのやっぱ曲がなんか今まで聞いたことないような曲やったんで、うんうんうん、そっちの方にやっぱ持っていかれましたかね、 音ってやっぱり、うーん、なんじゃこの音はっていう、はいはい、その頃はもうギターはやってましたかね、じゃあ影響も受けてどんな音出してんのって感じでした、うんうん、なんかまあまだでもそのギターを持ち立てなんで、その自分その音に対してどうとかっていう感じはあんまなかったですけど、うなんこれこれみたいな感じはありましたね。うん、その初期の段階 の、 そのヘビーさパンテラっていうまあワード出ましたけども、そのヘビー の、 その例えば速さだったりとか重さとかいろんな部分があるとは思うんですけど、どの部分が一番惹かれました？まあ、速さですかね。速さとあとはそのリフとか の、はい、そのなんていうんですかね、覚えやすさというか口でこうリフが言えるとか、はいはい、そういうところがやっぱ一番印象に残ってるんじゃないですかね。なんかね、自分今もそうなんですけど、はい、その曲をこうなんか人が説明するときにメロディ歌のメロディが出てくるよりもギターがこう出てくるっていう曲の方が自分は好きなんですよね。だから、はいはいはい、だからなんかこう、なんか難しいことをたくさんしてるってすごいっていうよりかはなんかそんな難しくないけどすごいこう引っかかるリフとか、うんうんうん、そういうのは今のバンドをやってても心がけてるところですね。そういうところもだから当時からそういうのを気にしてました。あ、好きでしたね、自分でも。そういうその頃その、まあ、ヘビーの要素でやっぱ速さに一番注目してたっていうふうに聞いたんですけども、そのまま速さに行くとちょっと僕もさっき言ったナバームですとかそのグラインドコアとか、うん、より速いものっていう音楽も存在したわけじゃないですか、あの時代って、うん、そっちには走ったんですか？そっちには行かなかったですね。やっぱメロディアスで速いとか、はいはい、そういう感じでしたかね、子供は。叙情性がありつつも速いとか、でもただ速いっていうよりかは、でもそのやっぱちょっとこうアメリカ的な感じだったりヨーロッパ的なそういうバンドはやっぱちょっとダサいなっていう印象も残ってたんで、その線引きが各自あるんですよね。ギリギリの線引きっていうのがあるんですよね。難しいんですよ、ここまでダサくないとか、それぞれ違うんですね。それぞれ違うね、あそこの辺は。はい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 、ここまではいい、良しとして。そうそう、ここはダメ。行き過ぎたらまたかっこいい。例えばアイアンメイデンとかまで行くと、もう振り切っちゃってる感じですね。王道の様式美というか、はいはいはい、やりすぎててもいいよみたいな。ブランド品みたいになっちゃうからね。なるほど。あったりはするけどもね。はいはいはい、あとはその声質だったりとか。うん、まあ、ヘビーメタル限定にして言うとアメリカのバンドとやっぱヨーロッパのバンドってもう全然歌い方がやっぱ違うから、違うんですね、はいはいはい、なんとも言えない拳があったりとかね、うん、あったりするっていう、まあ、その拳的な部分がまあ日本、まあコードの展開とかもね、まあヨーロッパの方が
多分合ってるというか性に合うっていう感じはあるんでしょうけど、はいはいはい、ではですね、まあ、中期というのもなんなんですけど、まあ、僕からちょっと例えでなんですけども、はい、僕もまあそういうふうにいろんなの聞いてたんですよ。で、まあ、当たり前にロック聞いていくと、まあ、ブルース行ったりとか、で例えばエクストリームが出たらファンクってなんだろうみたいな、あ黒人音楽じゃ聞いてみようみたいな、あスティービーワンダーとか、あーなるほど、あ知ってるよ知ってるよみたいな感じでいろいろ言ったんですけども、自分の中で その音楽遍歴の中期で一番そのヘビーというものに限定していくと、やっぱヒップホップの存在ってすっごいでかかったんですよ。本当真ん中ぐらいの時期だと思うんですけども、まあ、テクノヒップホップだったんですけども、特にヒップホップっていうのが、極端な話これスレイヤーじゃんと思ったぐらいなんですよ。もう思いっきり同じというかハードコアみたいなというかスラッシュというか同じことを繰り返しながらで、リリック見るとものすごいもうハードコアとかメタルがもう失ったかのような過激な発言ばっかりしてるし、ましてやそのループ感が男臭いと思って、で、あこれが俺多分今知ってるヘビーなんだと思って、もうどっぷりこうドーンとハマってた時期があったんですけども、なんかこうそのロックというか、まあもちろんバンドも聴きつつなんですけども、次になんかこう違うものでヘビーって新しく感じたっていうのは何かありました？そうですね、俺こんな音楽ヘビーに感じるようになったなっていうか、そうですね、例えばまあ、テクノもそうなんですけど、デトロイトテクノとか初期のテクノってものすごくシンプルでハードコアだと思うんですけども、打ち込みイコールまあ、ギターサウンドだったりとか激しい音楽の中でやっぱりミニストリーとかあの辺の登場ってでかかったじゃないですか。もうキチ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 ってこれ絶対叩けないよねみたいな感じの、その反復する暴走する速さというか、あの辺もまあ僕もおおと思って、よりテクノに、てかミニストリーの初期買ったら全然リアルテクノだったし、あれ全然違うじゃん、むしろ明るいしっていうか、まあ変化してったんだなっていうのはあったんですけども、そうですね、まあ、ミニストリーとかは好きで聞いてましたけどね、まあでもなんか ヘビーなんか、まあ、当たり前のように聞いてたんだよね。なんかそのヘビーっていうものをなんか意識しながら聞いてたかどうかっていうのはあんまりこうピンとこないですね。ああなるほど。なんかもうとにかくいろんなものをこう手伸ばして聞いてたと思うんで、はい、当時は、はい、だからなんかこう、こういうものをこう感じながら、そのヘビーだって感じながらとかよりはなんかもう、あ聞いてパッと聞いてもなしあり、なしありみたいな感じですかね。なんかなんか探索するっていうよりかは引っかかったものに対して、あこれは、あ今こういう音楽が来たのかとかってことですよね。じゃあヒップホップとかってその必ず日本も時代的にやっぱり特に90年代ってすごかった時代が、渋谷とかを中心にヒップホップブームっていうものがあったとは思うんですけども、あの辺は逆にそのヒップホップが嫌がおうでも耳に入ってくる時代だったわけじゃないですか。あの辺の時ってそのヒップホップに対してはどういう感じだったんですか？いや聞いてましたよ普通に。普通に、はい、特に抵抗なく普通に聞いてました。どの辺が好きでした？好きだったのですか。はい、どのスターがいる時代ですか？本当90年代も本当だから日本のその全盛と言われてる時代なんで、例えばブッダとか、あの日本で言えばですよ、まあ、ジブラさんとか、まあ、キングギドラとか、ライムスターがまあスタートした頃とかですよね、はいはい、日本のやつはでもあんま聞いてなかったかもしれない。海外だとどの辺でした？ビギーとか、まあ、本当黄金期と言われてるトゥーパックとか。トゥーパックは聞いてましたね、あとは、そうですね、その後なんやろう、ミッシー・エリオットとか、はい、あの辺とかは聞いてたっすかね、はい、あとねなんか忘れましたね、なんか何やったかな、あのねエミネムのなんかこう
派生したようなやつで出てたやつなんですけどね、忘れましたね。はいはい、なんか生派生してましたね、あの頃ね。いっぱいいましたね、派生。うん、なんかいました、何人かまあいますよね。俺も今出そうかなと思うんですけど、誰だろうなと思いましたね。多いですね、派生が。派生多いですね。まあ、あれ衝撃で、まあまあそうですね。衝撃的な存在だもんね。うん、はいはい。なんかその辺はいましたね、なんか聞いてましたね、よく。影響受けたって感じでもないんですね。影響受けるっていうほどではなかったですかね。いや、わかんないですね。いや、わかんないですけどね。なんかその、うん、トラックとかはまあなんかその面白いじゃないですか。はい、結構そういうところはだから影響受けてる部分はあるかもですね。なんかそのバンドの曲を作る感じとやっぱなんか違う印象がやっぱ受けるんで。はい、ね、そのリズムとその例えばそのなんかそのフレーズとの絡め方っていうのが。はい、あまりバンドとはでは作らないような絡み方するじゃないですか、うんうんうん、そういうのはちょっと勉強になるなと思って聞いてたと思います、うんうん、ではですね、まあ、さっきそのヘビーにこだわって聞いてるわけではないっていうことだったんですけども、うん、まあ、近年ですね、こう音楽を聞いてて自分にその、まあ、ヘビーっていうのはもう限定しなくていいと思うんですけど、新しい感覚でなんかこう入ってきたっていう音楽ってあったりしました？ずっと俺そういえば聞いてなかったな、この辺の音楽っていうことですね、を改めて聞いてみてって感じですね。そうです、僕ですと、まあ、ちょいちょいは聞いてたんですけども近年だとやっぱ一番大きかったのがイギリスとかヨーロッパの方の、トラッドフォークって言われるトラディショナルフォークの音楽性なんですけども、まあ、まず作詞作曲がない、いやもうずっと語り部として歌われてきた音楽をこう、一番はもうただ歌うだけなんですけども、まあ、それにちょっとギターが入ってきて、まあ、フォークブームじゃないですけども、やっぱバンドとしてちょっと注目された時代があって、やっぱそのトラッドフォークっていうものに、まあ、僕自身はすごくヘビーというかディープだなっていうか、ブルースとはまた違ったディープな、作詞作曲者がいない音楽を普通にこう注目される、今も語り、ね、若い人たちがこうやるっていうシーンはちっちゃくてもやるっていうのはすごくインパクトがあってヘビーなサウンドだなというふうに感じたんですけども。そうですね、ここ最近あんま聞いてないんですよね。なんかあんまりこう、聞くことをちょっとこう、うん、意識的にですか、なんかあんま興味が湧かないということに。うん、音楽は当たり前ですけど、やってるから好きですもんね。興味が湧かないっていうのも変ですけど、今そういう時期なんですかね。年々それが強まってる感じします。そうですね、ああそうなんですね。あんまり聞かなくなり、まあ、まあ聞かない、全く聞かないことはないですけど、はいはいはい、前みたいにプレイヤーに乗してとか移動中にわざわざなんかこう携帯の音楽で聴いたりとかもないんですね。なんか新しいアーティスト探そうとかも全くないし、新しいそういうジャンル聞いたことないジャンルを聴こうとかっていうこともあまりなんか意識してないですね今。その音楽は重要なのは変わらないと思うんですよ、自分の中で、うんうん、けど、まあ、取り入れないというか、摂取しようとしないわけじゃないですか。そうですね、何が原因なんですかね。影響受けちゃうんじゃないですかね多分。だから避けてるってことですか。避けてるっていうよりもまたまた違うんですけどね、まあ、単純になんかこう聞きたいなと思わないだけなんですけど。ってことはけどそれだけ好きな音楽じゃないですか、何か他に夢中になるものがないと。他にすか、例えば映画でもいいですけど、本でもいいですけど、やっぱりこう今まで音楽を聴いてた時間がどんどんそれをなくなってって、はいはい、時間が必ずできるわけですね。もう忙しいのは別として、プライベートの時間で、はい、なんすかね。別にまあなんか別適当に携帯いじってるだけですから。本を見るわけでもなく、いや本は読みますね。読みます。まあ、最近はでもちょっと時間なくて読んでないですけど、はい、まあ本読むか映画見るか、うん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 、まあそこは普通ですね。でも普通になんか、普通に。その音楽を聴かなくなってた、なんか必然的にっていうか、まあ、自然に聴かなくなってた時間も別に何かで埋めるってわけでもなく、
自然にっていう、本当ナチュラルになってきてるんですかね今。どうなんすかね。あんまり、なんか前は多分無理していっぱい聞いてたと思うんですよね。だからもう、はい、とにかく、空いてる時間は全部なんかそういうものを聞いてる、はい、なんかねこう情報がこうもうあんまりこう、いらないというか最近は必然的に入ってきますからね情報は。なんかこう情報すぎてもうあんまりこう自分から摂取しなくなったというか、本当に気になったものは絶対それはなんかニュースするんですけど、はい、そうじゃないものはまあちょっと良くないのかなと思いつつもあるんですけど、なんかこう簡易的に済ましたりとかしちゃいますよ。なんか例えばそういう YouTube 見たりとか、なんかそう視聴して聞いてみてこんな感じかで終わるとか。なるほどな。なんか千人に近くなってるイメージになるよね。悟りって感じですよね。悟り感があるよね。これ何かあるのかなと思ったんですよ。やっぱりこうねストレスっていうわけじゃないけど、やっぱね、ずっと何かをしてると別のことで何かこう気持ちを紛らわすわけじゃないけど、違うものにベクトルを向けるって人間としてすごい大事なことだったりするし、俺だったらねもうこのリスナーはおなじみの温泉に逃げるっていうパターンになりますけども、でもねやっぱね毎ほとんど毎日曲作りしてるんで、なんかね毎日ですか、ほとんどやってますね。まあ、ほとんどっていうかツアー中とかはやんないですけど、はい、何もないその東京にいるときはもう大体曲作りをしてるんで、なんかねもうちょっとこう音に触れるのがちょっと嫌になるって言うんですよね。それでずっとやってるとね。いやそれはなりますよ。今だって聞いてるだけで僕もあの42にしてバンド始めたんですけど今年、はい、あのオリジナルしかしないぞって言って、はい、D ビートしかしないぞってやってるんですけども、一応毎日触ってるんですよ、はい、もう本当にど素人なんですけど、はい、8曲目にしてスランプって言ってた毎日何かしらこう、まあはいはい、練習じゃなくても曲作りとして触れてるんですか、はい、そうですね曲作りはしてますずっと。練習じゃないんですよね、曲作りなんですよね。曲作りですね。すごいですね。ずっとやってるんで。昔からですか。昔からですね。それからライブするしかしてないですねずっと。まあ当たり前なんですけどね。いやいやそうですよね。でもまあそうね、曲作りに時間かかるんですよ。もうなんかアレンジ考えるのにすごい時間かかるんで、はい、結局何も今日は何にも進まんかったなって時なんかいっぱいあるんですけど、でも一応ずっとなんかこう繰り返し聞きながらこうなんかやってるんで、なんか耳もやっぱ疲れてくるんで、普段はもうあまり聞かなくなってきましたね。そういう曲作りの中に何か気になって持ってたやつとか好きなアーティストの新譜とかは聞いたりはしますけど、はいはい、そこまで毎日曲作りしてると意識的にその例えばギターを触れないとか曲作りをしないっていう期間を自分で決めようと思ったりとかはないんですか。一気に溜めてみようとか。あでもまあそれはありますじゃありますね。そういう時も、まあ今すぐ取り掛かってもなんかすぐできるわけでもないから、ちょっと期間を設けて、はい、うん、あなんかちょっとこう自分吸収する時間を作って、まあまあ、プレイっていうか曲作りしないでギターに、まあ、触れないようにしようというか、ちなみにですけど、これ多分、まあ、ギターしてる人してない人、はい、多分一般の人も思うはずなんですよ。ギターをずっとやっててもやっぱ楽しいんですか、毎日やってても。これすごい基本なことですけどみんな不思議に思うはずなんですよ。ここって原点ですよね。原点、はいはい、やっぱ楽しいんですか。やっぱかっこいいフレーズとか自分が気に入ったなんかフレーズとか曲ができるとやっぱ嬉しい、楽しいですよね。でもそうじゃない時は本当楽しくないですね全然何にも出てこない時ではもうやめちゃいますね。だからギター弾くのやめようみたいな。ギター弾くのやめようっつって本当にやめてる人がもう大半なんですよ、世の中の人って。そうですよね、大半ですよ。まあ本当にはやっぱやめれないですね。やっぱこれって俺ね生まれ持ってのものだと思うんだ、このうん、そうですよね。そうはいはいはい、あのね、選ばれたっていうとさ、すごいなんか宗教的に重い話じゃないけど、俺確実に言えるよね、42歳でバンド始めた人間選ばれてると思う絶対に。これはやっぱりね、みんな好きで始めてるけどやっぱりやめちゃうもん。
好き続けられるかってことですね。そう、はいはい、やっぱすごいんだなと思った、うん、毎日曲それの本当最高峰ってことですよね。そうだよ ね、 そうですよね、もちろん、うん、これだけずっと長く活動して、ね、はい、ね、ファンを喜ばしてんだからね。毎日ですからね。毎日曲作りは。あのリスナーの人ね、はい、本当に、そういうことなんだよって伝えたいなと思います。まあまた後半も、はい、引き続き、登場してもらうんですけども、一曲、ディル・アンド・グレイから一曲聴いてもらおうかなと思うんですけども、曲紹介の方お願いしてもよろしいですか。はい、ディル・アンド・グレイでレベレーション・オブ・マンカインド。ということで前半に引き続き、今週ハッピートゥガザーはスペシャルゲストとしてディル・アン・グレイのギタリストであるカオルさんを、スタジオに招いて放送しております。はい、後半もよろしくお願いします。お願いします。今奇跡を起きましたね。大丈夫ですか。本当にびっくりしましたよね。びっくりしました。よかったですよ俺で。もうこれ本当にね俺でよかったって思いました。俺じゃなきゃダメだって思いましたね。奇跡が起きました。一緒出てもらえないですよねきっとカオルさん。そんな当たり前じゃん。俺もうこれですらちょっと俺全然平気ですよって。俺どんななっても平気っていうよ。当たり前じゃん。ライブまだ見てないんだから俺。ライブ見る前そこまでは当たり前。後半はですね、はい、前半もお伝えしましたけども、ニューシングルのお話をちょっと聞きたいんですけども、うん、はい、まあ、実は僕ね、はい、音、はい、まだ聞いておりません。おすいません。まだ聞いておりません。そうですね。まあこれがあのオンエアが、解禁になりましたら、はい、リスナーの皆様にもすぐに聞いてもらおうかなと思いますけども、うん、はい、リミックスなのか、なので3曲入りのシングルになりますね。はいはい、まあこれはどう聞きましょうかね僕も。まあ情報がない中 で、 いやけどあの普通にこうシングルってやっぱリードトラックなわけじゃない、うん、はい、でやっぱ時代って昔のリードトラックと意味が変わってきてると思うんだわ。やっぱり昔って例えば80年代だったら、うん、あのシングルってすごく PV のために大事というかプロモーションになってたけども、うん、やっぱり今ってほらネット配信とかもスタート してからどんどんその YouTube もそうだけども意味合いが、はいはい、そうですね、変わってきてはいますね。俺の世代だと PV って言うけど今、はい、MV MV っていう、ね、ミュージックビデオ、ミュージックビデオだし、そうですね、はい、もうそれも結構実は大きな違いだったりするけども、そのシングルの今その選び方というか、もちろんその毎日作ってらっしゃるわけじゃないですか、はい、どういう違いがあるというか、できた順番ではないと思うんですよ、うん、これだと、うん、今これなんだと、かといって別にこれが一番自信作ってわけでもないと思うんですよ僕の中では。多分全部当たり前にこう、うん、これだけのね長い活動してて、うん、全部マックスじゃない限り、うん、多分音源すら出したくないと思ってるはずだし、はい、うん、この楽曲になった理由っていうのが何かあったりするんですか。そうですね、まあちょっとこう曲調的にはテンポが速くて、はい、なんていうのかな、メロディーもこう立っててっていうのはちょっとこう、うん、まあ、まあベタにはベタな感じなんですけど、そう言葉で言うと、うんうんうん、でもなんかそのなんか今までになかったそのバンドのなんていうんですかね、こう振る舞い方というか立ち振る舞い方というか、なんかそのライブでやってる感じがこう目に浮かぶというか、そういう曲をなんか今回はやりたいなってメンバーとみんなと話してたんですよね。なんかこう、うん、そのバンドのライブでやってる姿が見えるっていうのはメンバー自身がその例えばオーディエンス側に立ってやってる姿が見えるということですか。それともなんかまあライブ その空気を感じれるというか、やってる時にこういう今までない空気ができそうな感じっていうんですか。うん、まあまあそれで初めて、まあアレンジ的にもちょっとこう今までにはなかった感じにはできてるかなとは思ってるんですけども、うんうんうん、まあ実際まだやっぱ出てないんで、はい、どういう反応をみんながするのかも分かんないですし、もちろんそうですね、どういう曲になっていくのか分かんないんですけども、はい、なんていうんですかね、自分的にはあまりこうやりすぎないっていう感じ
を今のところ最近テーマにしてるんですよ。あの曲作りですか、プレイですか。どっちもです。なんかこう、まあ、シングルって特に自分の感覚的には、まあ、この表題曲はまあ はい、もう相当かっこよくないとシングルに出す意味はないと思うんですね、うんうん、だからこうやっぱこうその一曲でうちらのことも分かりつつ、でもちょっと新しいことがあって、なおかつなんかこう なんなんこの曲はみたいな感じでもあってほしいみたいな、こうあるんですよ、うん、だからその一曲の中にこういろいろ詰め込んでもうお腹いっぱいさせたろってぐらいに意気込んで作ることもあるんですよね結構、はい、まあ、そういうふうに思っちゃうんで自分が、うんうん、でもあんまりそういうふうにこうやりすぎると曲がまあ難解になっていったりとか、うん、っていうのはまあ今の自分たちの感覚ではそういうモードではないなと思ったんで、うんうん、あまりこうこだわりすぎないというか、うんうん、まあ、裸じゃないですけど曲の芯がはっきり見えるようになっているんですよね。そういうふうに持ってうまく持っていけたんで、まあ、これからまあ、まあ、曲作り始めて、まあ、ちょっとまだいつ出るか分かんないですけど、うん、次10枚目のアルバムになるんで、うん、そこに向けての最初の曲としてはいいかなと思って、うん、その感覚っていうのはそれこそ今までずっと活動を続けてきて、やっぱりこうなんだかんだで言ってやっぱりちょっとアレンジを加えてったりとか、そういう部分があったのが今回やっとなんか抜けてきたというか、そういう状況になってきたんですか。それともそういうこういう流れがあって今そういうモードっていう感じなんですか。まあ先のことは分かんないんでね、はい、どっちともどうも言えないんですけど、まあ、うん、今はそういうモードですね。あ、なるほど。まあ、シンプルになるのって怖さもあるわけじゃないですか、うん、まあ言うてもでもね本当にシンプルかつてはシンプルじゃないかもですけど、自分たちの中ではですね、はいはい、あとリードトラック、まあ、シングルの話なんですけども、はい、必然的にその受け手側、うん、オーディエンスだったりファンとかってシングルの曲って悪いことではないですけどやっぱり大事な曲というか、うん、盛り上がる曲に なる、うんうん、必然的になってしまうわけじゃないですか、うんうん、でこうシングルをたくさんこうリリースしてて結局こうバンド側ってそのシングルがエコひいきにもてはやされてるっていうのってどういうふうに感じるんですか。僕ストレスに感じないのかなと思ったりはするんですけども、うん、いやあんま思わないですね、まあ、シングルやからって必ずライブでやるっていうわけでもないんだから、はいはいはい、だからもうそのシングルで初めてバンドを知ってくれる人がいたらまあライブでやらないと、あそういう人がいるやろうからライブでやろうかなぐらいで、うんうんうん、特にまあライブでやるやらないとかでのあれはないですね。ああじゃあバンド側としては別にそんなにまあほとんどの曲に関してはもう別にそういうふうに全部全部まあ一緒っていうか一緒ということですよね。うん、だから俺その辺がすごくずっと考えてて、うん、やっぱりこうシングルがまあシングルだからこそ注目されるのは当たり前ですけども、うん、でもまあシングルになる曲って、うん、まあシングルになるべくなる要素がまああるんでしょうね多分、うん、例えば、うん、その今回はそのシングルの曲だっていう意味でこれ作って出してますけど、はい、まあ、アルバムを作ってる中でまあそのシングルを切ってみようとか、はい、あとまあそのアルバムのリード曲にしてみようとかっていうのは出てくるじゃないですか、はい、うん、そういう時はやっぱりまあなんかこう、うん、覚えやすいというか何かこう印象が残りやすいものをやっぱ選ぶと思うんで、だからまあそういうものってちょっと人が聞いたり見たりしてもこう印象に残りやすいんで、ライブの反応もやっぱりこう他の曲とはちょっと違ったりする、ちょっとやっぱ良かったりするっていう感じもあるんで、うん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 、やっぱそういう面を自分たちもなんていうんですかね、考慮して曲を選んでるんだと思うんですよ。さっき曲について割とシンプルにまあ今そういうモードだって言うんですけど、音についてもシンプルになってサウンドですよね、耳に入ってくるその音色のことですね。サウンドはどうですかね、まあシンプルなのかどうか分かんないですけど、はい、今までとまたちょっと違った音になって、大きく変化はしてないですけど、でも
なんていうんですかね、もう激変することはないと思います、自分の中で。いや、そんなことないと思います。激変する時もあると思います。うん、まだあれあると思います。はいはい、うーん、まあ、絶えずやっぱこう探ってる状態ですからね。これがもう自分の音だって思ってる部分もあれば、もっと何か面白い音あるんじゃないかとか、そういう部分も半々である感じがするんで、なんかもう一切歪み使わへんぞっていう時もあるだろうし、なんかまあなんか限定はしてないですね。多分 ずっと、いや、いつかは来るのかもね、けどね。うん、まあ、今回のシングルでも前のアルバムのアルケまで思ってた音とはやっぱちょっと違うんで、はい、うん、まあ、割とこう、まあ、それまではちょっとこうどんしゃり気味というか、はい、そういう、まあ、ちょっとメダルっぽい音を、うん、を意識してたんですけど、今回からはまたちょっとそういう感じじゃないんで、どんしゃりね、うん、江口は分かんないと思うけどね、分からない言葉です、これはね。よくあるどんしゃりっていうワードで、はい、あのなんかあるんだよね、こう抜いてあげてっていうね。あ、なんかそう、そう、感覚的な言葉というか、こう、うん、はいはい、ギターのこうさ、はい、音を変えるところで、はいはい、どこを抜いてどこを上げるとどんしゃりっていう表現があって、まあ、プライベートでもらクラプトンの話とかしたでしょ、はい、されました。ギブソン、はいはいはい、フルテンにした時にギターのサウンドが変わったっていうのが、はい、それの一個のあるんですよ、ドンシャリですね。喋んないでいいよ。でですね、今回フューチャリング杉蔵さんのナンバーが、はい、ありますね、はい、わっと思いましたけど、ね、すごって、いや、もうお願いしてやってもらいました。もう本当にボンって感じです。この曲ですって感じで入れてくれるって感じなんですか、フューチャリングって感じなんですか。そうです、前にそのルナティックフェスっていうのがあった時に、はい、自分たちのステージでこの曲で杉田さんが弾いてくれたんですよ、はいはいはい、実際で、まあ、それをちょっと音源としてもう一回やれないかなってお願いしたらやっていただけたんで、うんうんうん、ちなみにそのライブの時のバージョンと今回のパッケージというかディスクに残るというか、はい、フレーズは違うんですか。同じ感じのところもありますけど、はい、基本的にはまあちょっと違いますね。ちょっとこっちからもちょっとお願いした部分もあるんで、はい、こういう風な感じとか、はい、うん、どうでした、それ聞いてできた時って。いや、さすがでしたね。にやりですか、やっぱりそこはやっぱりにやりってなるんですか。はいはい、いや、もう抜群でしたね。うん、まあ、やっぱ自分たちの音に、ね、自分たちじゃない、はい、ね、あのリスペクトするアーティストの音が入った時の、ね、うん、気持ちよさは、まあ、たまらないものはあります。また本当は新たな 曲に新たなこう表情をつけてもらったというか、もう生まれ変わった感じがしますね。うん、でですね、あと、ライブ DVD、はい、も6月の29日にリリースされますね、武道館、はい、日本武道館、はい、46曲ノーカット収録。すごい、本当ノーカットですか。まあ、最後なんかこうステージから出ていくとことかはちょっとファーッとなってますけど、はい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 、ファーッとなってますね、はい、まあまあ基本は全部そのまま入ってます。おー、武道館どうですか、音が悪いという噂もある。まあね、自分では外の音聞けないんで。そうですよね。そうですよね、分かんないんですけど、うんうんうん、まあやらせてもらえてるんで。やっぱなんかうわーってなります、武道館っていつやってもこう、わなんかこう、まあステージからの眺めはいいですね、やっぱりね。かっこいいですか。かっこいいですね。そうですよね、うん、俺たちってオーディエンスだからさ、はい、ステージを見てるわけじゃん、はい、けどやっぱりその周りあってのステージだからさ、はい、かっこよさってあるけど、アーティストも多分あるんだろうね、そのステージ上から見てこの会場かっこいいっていう、そうですね、ビジュアルいいっていう会場。やっぱこう縦にこうなんていうんですかね、席があるんですよね、はいはい、こう武道館って、うん、そんなに後ろは離れてないんですよ、遠くないんですけど、なんかこう上の方にいっぱい人がこうないるっていうか、上から見られてる感じがして、はいはいはい、なんか他の
やってるとことはまた違う印象がやっぱありますね武道館で。あ、例えばそのアリーナ系とか、はい、アリーナというかまあその体育館系ですか、はい、とかはそのなんていうか遠いじゃないですか、はいはいはい、そういう眺めのところってまあフェスとかそれとかに出た時に見るんですけど、うんうん、やっぱり武道館はやっぱ違うなと思いますね、うん、包まれてる感というかがありますもんね、うんうん、いいよね武道館いいね。憧れてありました武道館のはね、やっぱ なかったんですよ自分は。やっぱ関西の人間なんではい、はい、あんまりなかったですけど、その好きなアーティストはマイクスだったりが、はい、やってるところ、うん、その映像を見たことがあるところぐらいにしか思ってなかったですけど、うん、あとはもうプロレスをやってたところとかそういうぐらいでしたね。決してあのチープトリックがとかディープアップルがあのやったとかそういうのではなかったですね。新しい会場ってこれからもなんかこう増えてたりするんですかね。こう今までやったことないこの、まあ、例えば新潟だったら今度あそこであそこで、はいはいはい、お気に入りの例えばもうあそこ以外嫌だっていう会場もあったりやっぱするんですよね。あそこの音が好きとか見た目が好きとか、まあ、でもね、まあ、絶対ってことではないですけどやっぱいいなと思うとこはやっぱありますよね、うん、まあ、そんなツアーの方も決まってるんですよね。はい、決まってます。決まってますね、はい、これがね6月の今日が17はい、なんで大阪、うん、はい、今います、はい、ここにいないです大阪にいます。リアルタイムは今大阪にいますよ。そうですね、はいはいはい、今、はいはい、むしろもう始まってるぐらいじゃないですかね。そんなことないですか。始まってますね。始まってます始まってます今やってます、ね、やってます、はい、けどあのもう一回言いますけど、はい、本人来てますから。その番組だけダミーが来てるわけではないそうですね。そっくりさんとかじゃないですよ、はい、まあ、ソールドアウトしておりますね。いで19日岡山こちらもソロダートで、7月の1日東京、2days になりますけども、うん、ソロダート、私は何を伝えてるんでしょうか。悔しがらせてる多いです、ね、感じもありつつ、はいはいはい、でですね、9月に、うん、またソロがありまして、はい、あ、ソロというかのツアーがありまして、はい、16日京都、うん、17日同じく京都ですね、9月の20日、21日東京公演です、うん、で9月の23日、長野になりますね、28日愛知県、29日、同じく愛知県 2days ですね、こちらね、10月の2日3日、こちらの2日間が東京公演が決まっております。チケット、あ、2日これ大阪ですね。そうですね、はい、皆様ね、先ほど、ソールドアウト、しか伝えませんでしたけども、はい、こっちはソールドアウトという字がまだないのでチャンスですこれからだと思いますこれから発売なんだと思います。そうですね、なので皆様ね、はいはいはい、いけない方はそっちにってことですね、本当に急いだ方がいいみたいです。そうです ね、はい、多分、いや私が言いますよ。おい、もっと大きな会場でやってはい、以上です、そうです ね、はいはい、新潟のファンも結構聞きますもんね、うん、なんでいつもあそこあもっと大きなとこで見たいとか、あ、はいはいはい、うん、やっぱいますけどもね、うん、自分らいっぱいいつもあのロッツ、そうですよね、やってるんですけど、そこは行けばあります、なんかありますよ、全然ありますよ、大きいところも、大きいところもありますよ、いつも僕思いますもん、だからなんでってどこがいいんですか。え、僕決めていいですか決まるかちょっと分かんないですけど例えばそうですね、昔ってよくそれこそ X やってた産業振興センターっていうところがあるんですよ、うん、多目的ホールなんですけども、はい、そこは俺すごい好きですね、クラシックの本当は四角い箱なんですけども、同意もいっぱい入りますし、うん、似合いそうだなって気はしますね、ちょっと調べておきます。はい。次決まったら面白いです。俺会場でずっとピースしてるんで、ね、俺関係ねえよ。より言ってんねえよ。ファンのみんな感謝してよ。安っお前。すごいっすね。うん、まあね。はい、あの本当時間を、長々と、はい、出演してもらいましたね。そうですね、はい、大変ね、ずうずうしいなと思いました。いやいやいや、なんでもない。また。はい。
プロモーションないかもしれないんだよな。あ、ないかもしれないんだよ。たまたまだもん。たまたまですもんね。プロモーションなかなかないですよね。プロモーションで回ることも なかなかないですけど、まあやるときはがっつりやるみたいな感じですか ね, ですね。もう次回新潟の公演が決まったら、はい、前乗りお願いしますってお願いしますそうですね、このねスタジオに再度来てもらえるかどうかは僕は後で知ると思います。そうですね、ぜひぜひお願いします。ぜひね、時計も新しくなってると思うんで、それまで僕が頑張って健康で生きていることを願いますということで、ね、はい、今週はありがとうございました。ありがとうございました。また、ぜひ本当に遊びに来てください、はい、ではですね、最後に1曲聴いてもらおうかなと思いますけども、曲紹介の方お願いしてもよろしいですか。はい、はい、ディラン・グレイで空国の今日。